大谷翔平の奥さん、田中真美子さんの引退コメントが、まさに結婚の証拠として話題だ。去年の引退インタビューで、引退した理由は？と問われた際、田中は、本当に色々あるんですけど、難しいな、と答えていた。この曖昧な返答が、大谷との婚姻を示唆していると考えられている。特に去年の4月、婚姻が公にできない状況だったため、このような回答になったのだろう。しかし、田中真美子さんはその間、一切の匂わせもせず、婚姻を隠し通した。その態度からは、彼女が非常に信頼できる人物であることが伺える。大谷翔平のパートナーとしての彼女の凄みは、このような細やかな配慮からも明らかだ。多分周りは知ってたはずやけど、一切情報が漏れなかったのがまた素晴らしいわ。大谷さんのこと気遣ってるのがよくわかるわ。言えないよな、全く匂わせてないからすごいわ。これは難しいわな。この時は答えられないよな、難しいわ。大谷翔平の奥さんに関して、それは確かに難しい質問やな。これは、困るね、今となってはわかるね。この時は言えないな。なるほど、この時には妄想だったんやな。大谷翔平の奥さんという立場に返答に困る気持ちもわかるわ。相手思うと言えないし、とっさに嘘も出てこないし、いい人やね。雰囲気からもやっぱり素敵な女性やな。すごく真面目な方なんだろうな。この夫婦を追いかけ回すようなことはしないでほしいわ。奥様すごく素敵な方やね。大谷選手さすがやなと思った。この時からすでに幸せそうや。これは言えないな。誰もこの正解の回答はわからない。今まで匂わせもせずしっかり隠してきたのがすごい。多くの場合、匂わせたくなるのが普通やのに。大谷選手も安心して野球に集中できるし、プライベートは一緒にいられるし、ほんと安心の存在なんだなと思うわ。隠し通すのほんますごいよな。誠実で素敵な方や。